藤浪晋太郎、 NPB10 年で10億契約金込み、 MLB2 年で9億、なぜ俺はあんな無駄な時間を。日本の死神夢のニューヨークデビューへ。矢沢ネタでバカにされたのにアメリカンドリーム掴んだな。都会と田舎の給料が違うのは当たり前。金はすごいけどなんか虚しいな。で、実際藤浪はそれで幸せなんかね。自分いなくなった途端優勝日本一とかダメージやりすぎじゃね。通用してなくてもメジャーリーガーってことで日本の投手より上にいる気になれるし金ももらえて満足なんちゃうか。日本で育成成功してメジャーなら今の5倍もらえたやろ。投手の才能は大谷以上やったからな。日本一は大阪桐蔭時代に経験したし NPB 早いやろ。母体が金持ちなのはわかるけど、どうやってペイしとるのかゆわからん。球団に入る放映権料がすごいんか。あのまま阪神いるよりは絶対良かったよな。来年から笹郎の年俸が10倍以上になるね。 NPB は夢がないね。ポテンシャルだけはあるからね。ワンチャン夢つかみに行こうとした噂はわ。すげえな。アメリカで半額弁当送ってれば勝手に金貯まってそう。年俸は上がったけど条件は厳しくなったんやっけ。マイナー落ちもある感じで。ご視聴ありがとうございました。